デレック・プリンス・ミニストリーズ解放の基礎2敵を吐き出す。解放の基礎敵を吐き出す。今日はこのテーマ全般で多くの人々が関心のある最も重要で具体的な質問の一つにお答えすることから始めます。それはどのようにして悪霊が入ってくるのかです。悪霊はどのようにして人間の人格に侵入し住むようになるのでしょうか。私から皆さんへの答えは経験に基づくもので、それは完全なものではありません。しかし悪霊が侵入し得る7つの方法をリストアップしましょう。一つ目はオカルトの背景です。言い換えれば、あなたの家族の歴史のどこかでオカルトに関わったことがあるということです。そしてあなたがオカルトについて話すとき、偽りの神々を取り扱っているということに気づきます。まさしくそれです。つまり基本の戒めである10回の最初の2つの戒めを破っていることです。私の他に他の神々があってはならない、そしてあなたは自分のために偶像を作ってはならないです。偶像礼拝のすべての形は自動的に人々を悪霊に向けさせます。そしてその二つの戒めに関連して主は三代四代に父の罪を問うと言われました。それは他の戒めに当てはまらず、十回の最初の二つの戒めの文脈の中で与えられていると思います。つまりあなたの父、祖父、曽祖父、あるいはそれに相当する他の親類がオカルトや偽りの宗教、あるいは偶像礼拝に関与していたなら、あなたの人生の中に悪霊が入る道があるということです。あなたはそれは不公平だと言うかもしれません。事実、悪魔は不公平なものです。しかし皆さんに理解していただきたいのは、あなたは問題を抱えているということであって、罪に定められることはないということです。罪とされるのはあなたがその解決を拒絶するときだけです。それが罪がやってくるところです。いいですか。二つ目の方法は個人的なオカルトの関与を通してです。ここで聖書を読みましょう。英語に悪魔と夕食をとるときは長いスプーンを使わなければならないという言葉があります。しかし悪魔と夕食をとって安全でいるために十分な長さのスプーンはありません。悪魔を無視し、あなたが背を向ける前に悪魔はあなたの肘をつかみます。オカルトに関わって安全でいられる方法はないのです。申命記18章10節から12節を読みましょう。あなたのうちに自分の息子娘に火の中を通らせる者があってはならない。占いをする者、牧者、まじない師、呪術師、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならない。これらのことを行う者は皆主が忌み嫌われるからである。これらの忌み嫌うべきことのために、あなたの神主はあなたの前から彼らを追い払われる。多くのクリスチャンは星占いをし、それには害はないと考えています。モーセの律法の下で星占いをしたなら、あなたは死に定められているということをあなたに言わなくてはなりません。それがその類のものに関与することへの神の見解です。三つ目は出生前の影響です。あなたがまだお母さんのお腹の中にいるとき起こることです。人生のその段階で悪霊が入る人が多くあります。最も一般的な理由の一つが拒絶です。母親が身ごもっている赤ちゃんに怒りを持ちます。もしかするとその母親は未婚なので決まりが悪いとか、夫とうまくいっていないので、単に家族に今以上の負担をかけたくないだけかもしれません。あるいは経済的に子供たちを育てるのが難しくなるかもしれません。しかしどんな理由であれ、母親はそのお腹の中に芽生えた小さな命を疎ましく思い、またその小さな命は非常に敏感です。それはただの胎児ではなく人なのです。そしてすでに拒絶の霊を持って生まれてくるのです。あるいは妊娠している女性が何らかのショッキングなこと、
恐れを経験するかもしれません。それにより彼女に恐れの霊が入ると、それが母親にとどまるか、お腹の赤ちゃんにとどまるかのどちらかになります。赤ちゃんにとどまる方が都合が良いのかもしれません。ですからその子が生まれるとき恐れの霊を持って出てくるのです。皆さんがあまり気づいていない聖句を一つ紹介しましょう。第一ペテロ3章の妻たちへのアドバイスです。その側面の一つを紹介したいと思います。聖書での妻たちへの教えの模範はアブラハムに対するサラの態度です。第一ペテロ3章6節です。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことも恐れないで善を行えばサラのことになるのです。アブラハムの娘であるためにあなたは突然の恐れのショックに耐えなければなりません。私が思うに女性は男性よりも突然の恐れやパニックに陥りやすいということは明らかです。そしてまだ母親のお腹にいる間にその母親が体験したショックのゆえに解放が必要であった多くの人々を私は取り扱ってきました。もう一つ興味深いことは、このミニストリーにフルタイムで関わるようになった時というより、今よりも深くこのミニストリーに携わっていた時、拒絶からの解放が必要なある特定の年代の人々がアメリカに多くいました。そして私は彼らが同じ時代に生まれていたのではないかと考え始めました。そして彼らが世界大恐慌1929年からの間に生まれたということを発見しました。そしてある母親はすでに6人の子供がおり、食べさせるための十分なお金がないのに7人目が生まれてこようとしていたことを知りました。その母親は立派な女性であったと思いますが、内側には次に生まれてくる子供への責任感に嫌気がさしていたのでしょう。そしてその子は拒絶の霊を持って生まれるのです。では時間がないので次に移りますが、その前に生まれてくる赤ちゃんにどんなことが起こるかと、占い師などのところへ行くと、生まれてくる前にお腹の中でその赤ちゃんに拒絶の戦いと悪霊の戦いという2つの戦いを始めさせることになります。4つ目、魂的な支配。霊と魂は別のものですが、今そのことに触れることはできません。しかし魂の思い、魂的支配によって他の人々をコントロールし操っている多くの人々がいます。現代のアメリカ文化で最も一般的な例は母親による子供の支配、特に息子に対する支配です。かつてユダヤ人コミュニティでのベストセラーとなった良いユダヤ人母となるにはという本がありました。そのうちの一つに、あなたの息子に罪悪感という動機だけで人前でバイオリンを演奏させるにはという段落がありました。ユダヤ人の国際語であるイリッシュ語でそれをアモモと言います。それが私が言おうとしていることの完璧な例です。大きな劇場で女性が大声でこの中に医者はいると叫ぶと、一人の若い男性が立ち上がって、私は医者ですと答えます。すると女性は、坊や、私の娘を紹介するわと言います。その話には続きがありますが、余談になるのでやめておきましょう。私はまだお母さんのへその緒につながっているために、感情的に成熟していない銀行の頭取や成功しているビジネスマンに出会ってきました。霊的へその緒がまだ切られていないのです。母親たちの操る方法には終わりがありません。何か間違った方向に行くと、いつも偏頭痛になる母親に家族が支配されているということを考えてみましょう。家族全員が母親が頭痛を起こさないようにと避けるようにして、話もせず音も立てません。母親はそれに気づかないのですが、自分が偏頭痛持ちなので自分のしてほしくないことをしないように家族の行動を制限したままでいます。この文脈で2つの下品な言葉が出てきました。支配と操りです。それらに出くわすなら、あなたは悪魔に出会ったということです。皆さんが私に助けを求めていらっしゃるなら、一部の方々には私は正直に言わなければなりません。あなたのお母さんは魔女です。あなたは彼女を母親として敬意を払わなければなりませんが、彼女は魔女です。すでに解放された人々は自由に両親の家に戻ってはいけないと言わなければなりません。
支配と操りの影響から解放された状態でいるために、霊的強さをあなたは持っていないので、離れていなければなりません。5つ目、幼少期の抑圧です。子どもの霊的、感情的防衛力は、しつこい悪霊の圧力を締め出すために、十分な力がないことを私は発見しました。ヤコブ3章16節に覚えておくのに価値のあることが言われています。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。両親の間に争いと不和の空気が漂うところでは、自動的に子どもたちが、悪霊の影響を受ける状態を生み出します。 90% 以上の子どもたちがその影響を締め出すことができません。私の観察では、悪霊の問題の 80% は5歳になる前に始まっています。そしてその責任は両親にあるのです。お分かりでしょうか。6つ目、弱い瞬間や弱い部分です。それは感情的な弱さ、あるいは身体的な弱さかもしれません。交差点に立っていた女性が恐ろしい交通事故を目撃し、彼女は恐れの霊にさらされます。あるいはこれは実際に私が取り扱ったケースですが、子供が一人しかいない女性のその子が5歳で亡くなってしまいました。彼女は鬱になり、4年もその状態が続きました。彼女は非常に力強い悲しみの霊に扉を開いてしまったのです。また結婚願望の強い女性が土壇場で婚約が破棄され、鬱の霊に道を開き、不幸な人生を送ることがあります。何年も前、私が教えていた時、ペンテコステ派の聖書的な一人の女性が前列に座っていました。私は失望の霊という名を思い浮かべました。私は彼女の顔を観察する時、引きつっていました。彼女は失望の霊から解放されるまで、全人格が別人のように変えられてしまっていたのです。そのように、もしあなたが何かに希望を抱き、それがうまくいかなかったら、あなたは悪の力にさらされる恐れがあります。もう一つの弱さは身体的な弱さです。この例を挙げましょう。悪霊による先天的な転換があることについて話したことがあります。18歳ぐらいの少女が私の最初の妻と私のところにやってきました。彼女は私のテープを聞いたことがあり、薬による転換と診断を受けていました。それが悪霊からのものだと考え、解放のために私たちのところへやってきたのです。ですから妻と私は彼女のために祈り、その霊が離れたと感じました。しかし主は私にこう言っているように感じました。あなたの仕事はまだ終わっていない。ですから私は彼女に、これがどのようにして始まったか教えていただけますか、身体的な怪我によって始まりましたかと聞きました。すると彼女は、はい、私は野球のボールが頭に当たり、それから発作が始まったのですと言いました。私は、身体的な怪我は単に身体的なものですが、それが転換の霊に対して扉を開いたのですと告げました。お分かりでしょうか。弱さの部分が彼女の脳への傷でした。私は彼女に、霊は出ていったと信じます、だからその扉を閉めなくてはなりません。そして妻と私は彼女に手を置いて、彼女の脳の傷へ癒しを祈りました。その後3年間彼女とやり取りをしましたが、彼女はもう薬を飲むこともなく、発作は二度と起こりませんでした。これは弱さの瞬間や場所のシンプルな一例としてこれを挙げました。最後の7つ目は罪深い行動や習慣です。もしあなたが特定の罪深い習慣を続けているなら、遅かれ早かれそれが悪魔的になるのは間違いありません。罪深い行動の例を挙げると、エクソシストという映画を見た若い女性のために祈らなければなりませんでした。彼女は行くべきでないと分かっていました。彼女は映画を見て、何かが彼女に入り込みました。彼女は禁じられていた領域に入ったことを罪として告白するためにやってきて解放されました。またポルノ映画や性的なところへ行った人は、肉欲の悪霊が入り込むでしょう。あなたは悪霊に道を開いた、その罪を告白するまで解放されることはありません。お分かりですか。では全体の核心に触れていきましょう。どのように解放されるかです。
これは私たちすべてが知る必要があることです。ですからシンプルな基本のステップのリストを挙げます。このリストのすべてに従う必要はありませんが、これらは関連するものであると言えます。ステップ1、謙遜になる。なぜ私がそういうのかはステップ2を言うときに分かります。ステップ2、正直になる。正直になるには謙遜が必要です。複雑な精神医学的な名前であなたの問題を呼ばないで、実際的な名で呼ぶように人々に言います。シャベルは農具と呼ばずシャベルと呼んでください。それが肉欲なら肉欲と呼んでください。それが憎しみであるなら憎しみと呼んでください。あなたはまず自分が謙遜にならない限り真理に向き合わないのです。覚えておいてください。聖書は常に謙遜のための責任を私たちに負わせます。あなた自身に謙遜であるようにと常に言っています。人があなたに恥をかかせたからと、その人を謙遜にさせるために神に祈らないでください。あなたが謙遜にならなければなりません。しかしそれはあなたの決断です。あなたが解放を求めておられるなら、二つのうちどちらかを選ばなければならない瞬間に来ているのかもしれません。あなたの自尊心を選ぶのか、あなたの解放を選ぶかです。もし自尊心が解放より重要だと思っているなら、あなたの問題が何であるかはもうお分かりですね。そう、プライドです。私はいつもアラバマ州のある医者の奥さんのことを考えます。彼女は南部っぽい感じの女性でした。彼女は私の教えを聞いて私のところへ来て言いました。プリンス先生、あなたの言っていることを私が理解するなら、そして私が解放されるというなら、私は叫ぶかもしれません。私は言いました。そうなるかもしれませんね。彼女は、私は女は人前で叫ばないようにと育てられましたと言いました。私は、あなたが川で溺れかけていて3回目に水の中に沈みそうな時、あなたを助けることができる人が川岸にいるとして叫ぶのに上品になれますか。それは選択肢で、溺れる方を選ぶか、上品さを5分ほど捨てることもできるということです。私は自尊心は戻ってくるので、人々に自尊心を捨てるようにアドバイスします。そして解放された時、あなたはさらなる自尊心を持つことができ、あなたの内側でそのことを常に葛藤する必要はありません。私は実に謙遜が鍵であると言いたいのです。三つ目のステップはキリストへの信仰の告白です。なぜならイエスはあなたの告白の大祭司だからです。私たちが正しく告白するとき、イエスは助けに来てくださいます。しかし私たちが正しく告白しないのなら、そのときにイエスを得ることはできません。四つ目のステップは、分かっている限りのすべての罪を告白することです。これらをリストアップするには時間がありませんが、あなた自身やあなたの先祖によるあなたが知っている限りの罪です。場合によっては家族の問題を自分のものとして捉え、それを自分の問題だと告白し、その許しを求めます。たとえそれがあなたのおばあさんやおばさん、それ以外の人であってもです。五つ目のステップは、すべての罪を悔い改めることです。悔い改めなしに、私が今まで言ってきた解放はないことを覚えておいてください。ここで箴言28章13節を読みましょう。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。あなたは憐れみを求めますか。二つのことをしなければなりません。告白と破棄です。それは古びた方法ですが、神は変わることはありません。いいですか。多くの人々は自分の罪を告白しなかったら神はその罪を知ることもないという態度をとります。本当に私はそのような人にたくさん出会いました。それは間違いで、神はすでに知っておられます。神はご自身が知るためにあなたの告白を求めているのではありません。神はあなたを憐れみたいのであなたに告白を求めておられるのです。他の良い知らせも教えましょう。神はショックを受けることがありません。あなた自身について最悪のことを神に言っても、神はすでにそれを知っていて、なおあなたを愛してくださいます。しかし、もしあなたがそれをそのままにしておくなら、あなたは問題をとどめることになるのです。では、6つ目のステップ。オカルトや呪い、秘密結社を断ち切ることです。特にフリーメイソンです。
それは最も恐ろしい悪霊的問題の根源です。そして知能障害、身体障害などを含むさまざまな問題が世代から世代へと引き継がれます。それは悔い改めの一部ですが、私は分けて取り上げます。7つ目のステップ、他の人を許すことです。すべての人全員です。私には獣医の友人がいました。彼は解放を必要としていましたが、彼がアメリカの国税庁にある IRS 全体を許すまでは解放されませんでした。それは彼の問題です。その問題を持っている人は他にはいないでしょう。イエスはマルコ11章25節で、あなたが祈るとき誰かに対して恨み事があったら許しなさいと言っています。除外されるいかなることも人もありません。許しはあなたの責任です。あなたは彼らがへり下って許してくださいと謝罪するまで待つのではありません。彼らのために許すのではなく、あなたのために彼らを許すのです。他の人を許すことは、超霊的にでも感情的になることでもなく、ただ自分の必要を知るということです。それだけです。8つ目のステップ、一つの簡単な言葉で言うと吐き出すです。後でそのことを話しますが、受け身的であることはあなたをどこへも導きません。あなたは行動を起こさなければなりません。あなたができる最もシンプルな行動は息を吐き出し始めることです。ヘブル語もギリシャ語も霊という単語は息と同じ単語です。一人の幼い少年のことを思い出します。その母親がその 4、5歳の少年のために祈ってほしいとやってきました。私は彼の問題は何ですかと聞くと、母親はアレルギーですと答えました。何のアレルギーかと聞くと、食物アレルギーというので、何に対してのアレルギーで、何には大丈夫か教えてくださいと聞きました。私はそれを悪霊として取り扱いますがいいですかと言いました。母親は大丈夫ですと答えました。私はあなたのお子さんと話したいのですがと言いました。私はとてもシンプルで子供に分かる言葉でその少年に話しかけ、君の中に息のような悪い霊がいるんだよ、今からおじさんがそれに向かってイエス様のお名前で出て来いと命令するから、君はそれを吐き出してほしいんだ、おじさんがイエスの御名によってと言ったらそれを吐き出してくれると言いました。すると彼は小さな兵士のようになり、私は彼のために祈りました。イエスの御名によって、そして悪霊は吐く息の音とともに出て行きました。それだけでした。私は本当にちゃんと出て行ったのだろうかと思いましたが、主にお任せするしかできませんでした。しかし3日後、その母親は私のところに戻ってきて、自分のために祈ってくださいというのです。私がどうしたのかと尋ねると、彼女はアレルギーだというのです。私はまずあなたの息子に何が起こったのか教えてくださいと言いました。彼女は、彼は家にまっすぐ行進して帰り、冷蔵庫を開けて中にあるものを全部試しに食べましたが、何も起こらなかったんです。なんてシンプルなことでしょう。幼い子供のようにならなければ、あなたはこのような益を得ることはできません。では、どのように悪霊を追い出すかです。これは最も重要な情報の一つです。たとえあなたが悪霊がどのように入ってきたかを理解していなくても、どのように追い出すかを知ることが重要なのです。さて、問題となる領域に移ります。なぜ解放されない人がいるかということです。これは主にこのミニストリーに携わる人のための領域です。なぜ解放されない人がいるのか。基本的にそれは集会の状況によるものではありません。いいですか。解放はあなたの霊的な力を試すものではなく、その人々が条件を満たしているかどうかです。あなた自身にフォーカスしないでください。人々が条件を満たすようにすることにフォーカスしてください。なぜなら、一旦彼らが条件を満たすと、彼らは解放されるからです。あなたは自分を小さなものだと感じるかもしれませんが、あなたは勝利のキリストを代表しているのです。なぜ解放されないのか、第一に悔い改めの欠如です。悔い改める意思のない人には解放の保証はありません。第二に必死さの欠如です。解放は必死に求めるものだと言わせてください。私は人々に必死になって戻ってくるようにとしばしば言います。必死さの欠如、それを一言で要約すると受け身です。東洋のカルトに関わっている
人々に特に見られるでしょう。東洋のカルトはあなたの思いを曖昧な状態にすることを勧めます。ですから多くの場合それを駆り立てる必要があります。もう一度言います。キリストは人間の意志に勝つ権威ではなく悪霊に勝つ権威を私たちに与えてくださいました。あなたは他の人を決意させることはできません。その人が自分で決断しなければなりません。第3に間違った動機です。ヤコブ4章3節で願っても受け入れられないのは自分の快楽つまり欲のために使おうとして悪い動機で願うからだと言っています。私たちは単に窮地から脱するために解放されるのではないのです。お分かりですか。多くの人はその窮地から脱することを願います。私たちは主に仕えるために解放されるのです。単に窮地から脱出するために来る人は解放の資格を得られません。第4に自己中心です。注目を集めたいからです。ある人々は自分がもはや注目の的ではなくなってしまうので解放されません。貧しい、無視されている、拒絶された人々は自分の境遇が唯一自分が注目を集める時であるので決して解放されたくないという慢性的なケースがあることにあなたは気づくでしょう。悪霊に影響を受けている人々についてあなたが気づくことの一つは何らかの形で彼らは自己中心に置かれているということです。実際自己中心は悪霊の気を引く招きです。時にあなたはその人のところへ行って十分に聞きましたと言わなければなりません。解放は自分自身のためにするのであり、自分のために解放をしないのなら他の誰もあなたのために解放をしてくれないのだとその人に言わなければなりません。第5はオカルトなどとの関係を断ち切ることに失敗していることです。それはオカルト的な対象物を処分することも含みます。小さな仏像やお守り、魔除けなど迷信的なものは全て悪霊的です。モーセはイスラエルのために忌み嫌うべきものをあなたの家に持ち込んであなたもそれと同じように聖絶のものとなってはならないと言いました。ほとんどのクリスチャンは家の中をくまなく調べたくさんのゴミを一掃する必要があります。私はそれを原則としており、いかなるイエス・キリストの名を汚す者、サタンを称える者を家に置きたくないのです。私の人生において一つの大きなステップは祖父から受け継いだ余前の美しい中国の竜のタペストリーでした。4本ではなく5本の爪を持った威厳ある竜です。それはとても美しいものでした。それは実際に礼拝の対象物ではありませんでしたが、それについて考えれば考えるほどその竜はサタンの絵だと考えるようになりました。私は家の壁にサタンを掲げることはできません。ですから私はその余前のタペストリーを外して処分し、私がそのようにしたのではない、私には必要はなかった、そのような動機ではなかった、単に見ていただけだったと宣言しなければなりませんでした。家から竜を追い払ってしまうと私は全く新しい形で成長しました。第6番目、悪い魂的な関係を断ち切ることへの失敗です。時にもしあなたが縛られているような悪い関係を断ち切らなければなりません。干渉的なというか甘ったるい感じの正直でない関係です。第7に呪いのもとにあるで、これについては後で取り扱いますので今詳しく説明はしませんが、ある人々は呪いのもとにあり、その呪いが断ち切られるまでは解放されず癒されません。第8、特定の罪を告白していない。一つの明白な例は中絶です。故意に中絶をした人は皆神の目には殺人の罪とされます。それは特別に殺人として告白されなければなりません。これは私の決断ではありません。私が規則を作ろうとしているのではありません。単に私の解釈です。私は人々の解放を試み、悪霊は喉のところまで来ているのに出ていかないということがありえます。立ち止まって探ってください。16歳ぐらいの少女が母親に連れられてやってきたことがあります。ついに私は言いました。いいですか、悪霊が出る前にあなたは告白しなければならない何かがあるでしょうと言うと、彼女は中絶したことを告白し、母親はそのことを知らなかったのです。彼女が告白した瞬間、悪霊は出てきました。
母と娘が抱き合って互いを受け入れ合った姿はとても美しいものでした。それは私の意見では普遍の原則です。第9に、これは論争の的となるものですが、切り離せないものです。何だと思いますか？新約聖書で性別する儀式は何ですか？バプテスマです。民族のバプテスマです。イスラエルは子羊の血によってエジプトから解放されました。しかし彼らは紅海の水によってエジプトから性別されたのです。そして彼らを追ってきたエジプト人を妨げたのは水でした。エジプト人たちは水のところまでは追ってくることができました。バプテスマを受けたくない人々は、私の見解では解放される資格がありません。これはオプションではありません。私は教派の問題を取り扱っているのではなく、ただそれが現実であると言っているのです。もしあなたが神に同意させることができるなら構いませんが、私はその契約の当事者となるのではありません。第10、これは非常に複雑なものです。団結した行動が求められる大きな戦いです。ある人々は私がサタンの戦場と呼んでいるところに立たされています。そしてサタンは彼らを生かせません。その人がどうであるかという理由ではなく、その人が戦っているもののゆえんです。今それを説明する時間はありませんが、全身に責任を負っている人々がいます。例を挙げると、ホジキン病という悪性リンパ腫の病を患っている青年がいました。それは不治の病です。彼は教会のメンバーで、その交わりが活発だった時、彼は病気ではありませんでした。その交わりが霊的に何か間違った方向に行って、彼は病気になり始めました。最終的にサタンはその交わりの中に入り込み、分裂させ破壊し、彼は亡くなりました。お分かりですか？彼の健康状態は彼がいた交わりの霊的状態の正確なバロメーターだったのです。そのような人々がいます。あなたには選択できないのです。では最後のトピック、あなたの解放を保つ方法です。ここでは簡潔に説明していきます。1つ目、イエスを主とする。通常解放の集会の最後に、私は解放された人々に、あなたの人生のあらゆる領域でイエスを主とするまではこの場所から出ていかないでくださいと言います。また12章でイエスが汚れた霊を男から追い出すときに何と言ったか覚えていますか？汚れた霊は水のない地をさまよいながら休み場を探しますが、見つからないので出てきた自分の家に帰ろうと言います。悪霊が言う自分の家とは何でしょうか？悪霊が住み着いていた人です。そして悪霊は3つのことを見つけます。空っぽで、掃除して片付いていました。何が問題なのでしょうか？家が掃除してあることは問題ではないし、片付いていることも問題ではありません。では何が問題なのでしょうか？空っぽだったことです。誰も入ることが許されていませんでした。あなたの人生に悪魔を入れないための力があるお方はただ一人です。誰ですか？イエスです。イエスがおられる領域は全て安全です。しかしイエスを主としていない領域は全て安全ではありません。あなたはアメリカで夜6時とか7時にその日泊まるホテルを探して車を運転したことがありますか？あなたは空室という赤いネオンサインを探します。それが見えたらあなたは入ることができるとわかります。霊的な世界ではイエスに完全に主権を明け渡していないあなたの人格のすべての領域はその赤いネオンサイン、空室となるのです。そして敵は自分が歓迎されていると知るのです。悪霊は自分よりも悪い7つの霊を連れて入り込むのです。では2つ目、簡潔に説明しますが、賛美の該当です。聖書は神は霊的に重い場所で私たちに賛美の該当を与えてくださると言っていますね。あなたが主を賛美するとき、悪魔があなたを煩わす以上にあなたは悪魔を煩わしているのです。これを簡単に説明させてください。何年も前、この解放のミニストリーに携わる以前、私はロンドンのペンテコステ教会の普通の牧師で、そこにはロシアから奇跡的に逃れてきた2人のロシア系ユダヤ人がいて、彼らは救いと聖霊のバプテスマを受けていました。私は最初の妻と彼らのために祈り、彼女たちは実に主を賛美し信じました。彼女たちは大胆に主を賛美しました。
私たちは首都の素晴らしい時を持ち、そこで玄関のベルが鳴ったので出てみると、教会員の女性がご主人を連れてやってきました。彼女は、これは私の夫で刑務所から出所したばかりで、彼には悪霊がいますと言いました。私は悪霊についてどうしたらいいのかわからなかったので、それは私には嬉しくない知らせでした。しかし、その人を拒絶することはできなかったので、その夫婦を私たちが祈っていた場所に連れて行きました。そして私は祈りましょうと言いました。祈りは安全な王位で、祈ることは常に霊的です。時には何の結果も生み出しませんが、少なくても気分はいいです。ですから私たちは続けて祈り、そのロシア人の姉妹は気にすることなく主を褒めたたえていました。するとその男性が私に近づいてきて言いました。うるさすぎる、私は出ていく。私は答えを用意していませんでしたが、彼に対する正しい答えが見つかりました。いいですか、音を嫌うのは悪魔です。なぜなら私たちはイエスを賛美しているからです。あなたには選択肢が2つあります。今あなたが出ていくなら悪魔はあなたについていきます。あなたが残るなら悪魔だけが出ていきます。彼は残りますと言いました。そして何も起こらないで10分ほどすると、彼は私に近づいてきて言いました。悪霊が今出ていきました。喉から出ていくのを感じたんです。それは悪魔がどれほどイエスを賛美することを嫌うかという証拠です。あなたが賛美の街灯を身につけるなら、悪魔はあなたから離れていきます。なぜなら、あなたは彼があなたを困らせる以上に、悪魔を困らせるからです。三つ目は、神の武具をすべてつけることです。それはオプションではありません。エペソ6章12節から17節です。そこにすべてリストアップされていますので、私が説明する必要はありません。四つ目、御言葉に生きる。マタイ4章4節に何と書いてありますか？人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。あなたは自分の感情によって生きることはできません。それは最も危険なことです。アップダウンがあり、良くない気分の時は常に扉を開いてしまいます。事実、信仰、感情の順番を守らなければなりません。事実は神の言葉の中にあります。信仰はその事実を信じ、その次に感情が来るのです。もしそれを逆にして自分の感情で生き始めるなら、あなたは怒りを失ってしまいます。あなたは怒りのない漂流する船のようです。五つ目、神に従い悪魔に立ち向かう。ヤコブ4章7節で、どちらが先に来ていて先にしなければならないのは何ですか？神に従うです。神に従っているならそれから悪魔に立ち向かう。すると何が起こると聖書は言っていますか？悪魔はあなたから逃げ去るのです。それを信じますか？しかし多くのクリスチャンが実は正反対のことを行っているのです。彼らは悪魔に従い神に立ち向かっています。実に多くの人が。では6つ目、正しい交わりで、それ以上付け加えません。あなたが持っている交わりがどんなものであるか重要です。第一ヨハネ1章7節に、もし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら何が起こりますか？私たちは互いに交わりを保つのです。もしあなたが交わりの外にいるなら、あなたは光の外にいることになります。あなたは血によって守られていません。血潮は光の中でのみ清めるのです。あなたが何らかの交わりを持つなら、神のものですか、それとも邪悪なものですか。パウロは身を結ばない暗闇の罠に仲間入りしないようにと言いました。交わりはあなたの霊的な歩みをしているかどうかという厳格な基準です。7つ目、訓練される。あなたは訓練のもとにいなければ真のクリスチャンとなることはできません。自己訓練、家族としての訓練、政治的訓練、学校の訓練、教会の訓練など多くの訓練の領域があります。しかし拒否する人は背くものです。聖書が背くものについて何と言っているか知っていますか？第一サムエル15章23節に、誠に背くことは占いの罪だとあります。あなたが反抗的になったとき、あなたは占いの霊に向けられるのです。いいですか、訓練です。今日多くの人にとってそれは禁句です。それは自己訓練から始まるのです。ほとんどのクリスチャンが自分の気分や思いつき、好みを満足させようとします。
あなたは自由にそうすることはできません。それはあなたの性的衝動を満足させようとすることと同じくらい危険なことです。あなたはそのようにしてはなりません。8つ目、これが最後です。イエスを中心にしてください。いいですか。最初と最後がイエスであることに気づきましたか。ここで御言葉を開きましょう。ヨハネ12章31節32節でイエスは言われています。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。順番に注目してください。サタンが追い出されたら次に何をすべきですか。そう、イエスを掲げます。イエスにその空いたところにイエスが満ち溢れます。サタンを追い出すことは空白を作り出すことです。それを正しいもので満たすことは非常に重要なことです。イエスに集中してください。悪霊にフォーカスしないでください。悪魔に知名度をあまり与えないでください。悪魔は人に知られることが大好きです。悪魔は細菌やウイルスのように現実のものです。私たちは悪魔を認識し取り扱わなければなりません。しかし健康な人は細菌やウイルスについて常に思い巡らしてはいませんね。健康はある意味においてそれを締め出すのです。すべての茶碗やお皿の下に悪霊を探さないでください。そしてあなたが伝統的な教会やある程度伝統的な教会の出身であるなら、戻っていって牧師や司祭に面と向かってあなたには悪霊がいると言わないでください。もしかするとそれは真実であるかもしれませんが、その状況の扱い方は正しくはありません。さて、驚くほど時間をうまく使いましたので実際的な説明で終わりたいと思います。皆さんに理解していただきたいのですが、これはオプションで誰も強要されません。しかし皆さんの中で今聞いたことや今まで経験に基づいて何かしら感じるなら、あなたには問題があります。悪霊的な問題です。あなたの人生の中でイエスが治めておられない領域があり、あなたは制御されていません。あなたは 90% イエスの管理下にあるかもしれませんが、 10% が残されています。それはあなたの気分、あなたの思いであるかもしれないし、あなたの性生活や他の人との人間関係など、あなたが解放される必要のある領域が残されているということです。私は皆さんを助けたいと思います。私は何百何千人もの人々を助けてきました。皆さんにお願いしたいことは、今助けてほしいと感じている方を招き立ち上がって祈ってほしいのです。あなたは私に祈るのではなくイエスに祈ります。覚えていてください。解放者は唯一イエスだけです。あなたが解放を求めるなら解放者のもとに行かなければなりません。選択肢はありません。イエスは言われました。私のところへ来るものを私は決して捨てません。あなたがイエスのもとへ行くなら、イエスはあなたを受け入れてくださいます。ではこれは大勢の人の場合に私が用いるやり方です。2週間前ニュージーランドのウェリントンの会場には少なくとも2000人がいました。そしてそれは2000人に対しても素晴らしく効果がありました。私はそれまでに短時間にあれほど多くの人々が解放されるのを見たことがありませんでした。ですから今皆さんにお願いしたいことは、あなたがイエスのもとへ来るために、あなたがへりくだりその条件を満たしたいと断言する祈りを導きます。わかりますか。私はあなたの口に言葉を置きます。あなたはオカルトやあらゆる悪魔的な力との関係を捨てます。あなたはこれまであなたを傷つけたり、あなたを中傷したりした人をすべて許します。あなたの人生にあったすべての呪いから自分自身を解放し、理解によるのではなく信仰によってそのようにしなければなりません。そしてあなた自身を解放の志願者としてイエスに差し出します。あなたがその祈りを言い、すべての条件を満たすなら、最後にアーメンと言ってください。いいですか。またあなたがアーメンという時、それ以上祈らないでください。祈ることは非常に宗教的です。聞こえはいいですが、あなたが祈っている限り、あなたは悪霊を内に留めています。お分かりですか。悪霊はあなたの過去の祈りでは出ていきません。威厳を話さないでください。威厳で話すことは素晴らしいですが、それは同じ影響があり、悪霊を内側に留めることになります。救急車やパトカーがサイレンを鳴らし、ライトを光らせて走っているようなものです。他の車は皆道を開けて救急車を通らせます。それが悪霊の出て行き方です。悪霊に道を開けてください。彼らを出て行かせてください。
行いのない信仰は死んだものであると聖書は言っています。ですからあなたが何かが起こるのを待って祈りを口に出しているとき、受け身にならないでください。一つのとてもシンプルなことをしてください。息を出してください。吐き出すのです。あなたが問題を持っているなら短時間で単なる人間の呼吸以上のものとなって悪霊が出てくることに気づくでしょう。それは起こった後のことです。それが起こるとき、あなたは威厳を失い、全く宗教的な行為をしないかもしれません。もし威厳を持った宗教的な人でいることを決断するならば、あなたは祈ったことを失ってしまいます。それはあなたの選択です。私はあなたが悪霊を放ち出て行かせることをお勧めします。悪魔は紳士ではなく招かれざる客で、追い出されなければならないと私は人々に言ってきました。全力で悪魔を追い出してください。容赦しないでください。憎んでください。いいですか。悪魔を憎むことは罪ではなく、悪魔を憎まないことが罪なのです。受け身であることと無関心であることとは罪深いです。ではこの祈りをしたい人は今立ち上がってください。3分ほどで終わります。では解放者イエスに祈ります。私にではありません。これらの言葉を言ってください。それはすべて聖書からのもので、私が教えたことです。いいですか。主イエスキリスト様、私はあなたが神の子で神への唯一の道であることを信じます。あなたは私の罪のために十字架で死なれ、死からよみがえられました。今私はあなたの憐れみと許しを求めてあなたのもとへ来ています。あなたが私を許し、あなたの子供として受け入れてくださることを信じます。あなたが私を受け入れてくださるので、私も自分を神の子供として受け入れます。今主よ、私の特定の問題をあなたはご存知です。私を苦しめる悪霊の影響です。主よ、私はあなたの条件を満たし、あなたの解放を受けたいのです。まずこれまで私を傷つけた人、私を中傷した人を許します。今彼らを皆許します。では少し静まって、あなたが許す必要のある人の名前を自分自身で静かに挙げてください。続けましょう。主よ、私はそれらの人を皆許しました。すべての苦々しさ、怒り、憎しみと反抗を捨てます。そしてあなたが私を許してくださったことを信じます。感謝します。またサタン、オカルト、秘密結社、サタンの領域にあるすべてのものとあらゆるつながりを断ち切ります。私がその領域にいたことを悔い改め、今それに背を向けます。また主よ、もし私の人生に呪いがあるなら、あなたが十字架の上で呪いとなってくださったことを感謝し、それによって私は呪いからあがなわれ、祝福を受けることができます。私は今の呪いから解放され、祝福に入ることを宣言します。そして主よ、私は私の人格のいかなる領域を占有するあらゆる悪霊に立ち向かいます。それを憎むことを主に宣言します。それは私の敵です。悪霊と折り合いません。妥協しません。悪霊は私のうちにもはや居場所がありません。私は今彼らに立ち向かい、イエスの皆の権威によって出て行けと命じます。まさに今イエスの皆で悪霊を吐き出します。アーメン。
いいでしょう。これで終わりです。最後の祈りをします。あなたは悪霊を出て行かせます。今信仰によって吐き出してください。主よ、あなたのしもべとして地域のリーダーシップの権威のもと、私はイエスの皆で放棄し、出て行くように命じたあらゆる悪霊をイエスの皆で支配します。力と勝利あるイエス・キリストの皆で、今この人々を解放し、彼らから出て行け。イエス・キリストがこの集会の主であることを宣言する。イエスはサタンを打ち破った。イエスは死とハデスの鍵を持っている。天にあるもの、地にあるもののすべての権威がイエスに与えられている。サタンよ、お前はイエスの皆によって私たちの支配下にある。お前は私たちに従わなければならない。お前はこの人たちから出ていかなければならない。お前には選択肢はない。聖書はお前は出ていかなければならない、引き下がれサタンと言っているイエスの皆によって。アーメン。今完全な解放を得てください。すべてのものからあなた自身を解放してください。一旦油注ぎがあると、あなたはすべてを取り除くことができ、油注ぎがなくなると、それをすることはさらに難しくなります。他の人を気にしないでください。自尊心にしがみつかないでください。それは間もなく戻ってきます。主を感謝します。父を感謝します。主イエス様感謝します。あなたの聖なる皆を褒めたたえます。主の皆を褒めたたえます。主を感謝します。少しそのままでいてください。悪魔は頑固です。あなたはそれ以上に頑固でいてください。アーメン。感謝します。主よ、父を感謝します。解放されたとあなたが信じるなら、神に感謝し始めてください。そしてこの場所を出る前にイエスを主とすることを忘れないでください。